リョウ、どうして私のことを振ったのよ。私はアズサ、30歳。今行きつけのバーで焼け酒をしている。その理由は今日5年付き合った彼氏に振られたから。5年付き合って振るってないでしょ。婚約までしてたのにさ、私の5年を返して。というか向こうの人たちさっきからうるさい。最初はグー、じゃんけんポン。うわ、めんどくさい。ああ、てめえ朝日、今の絶対に後出しだろう。間違いねえ後出しだ。もういいですから、僕の負けで。だから帰らせてください。ダメだ、今日こそ決着をつけるんだ。ああ、ほら、もう一回やるぞ、もう一回。というか声大きいですから、迷惑ですって。もう限界。ああ、さっきからうっさいわね。なあ、すみません。他の人のことを考えなさい。あんたらみたいに全員浮かれながら飲んでるわけじゃないのよ。うるさくしたのは申し訳なかったが、浮かれてるわけじゃ。浮かれてるじゃないの。いい年してじゃんけんなんてして盛り上がって。何も言えないです。ちげえんだ、これは構想なんだよ、構想。構想？ああ、俺たちそれぞれヤクザの組長なんだがな、一つの町に組が三つもあるのはおかしいだろうってことで統一することにして、組長は構想して勝った組の組長をすることにしたんだ。僕は別に組長にならなくていいんですけどね。くだらない。くだらないだと？くだらないでしょ、大の大人が組長ごっこなんてしてみっともない。あ、いや、ごっこじゃ。そうだ、どうせ今の様子だと全然決まりそうにないんでしょ。なら私がやってあげるわよ。あ、ちょうど彼氏に振られて暇だったしね。それでいいでしょ、第三者の私が組長をやれば丸く収まるじゃない。それはさすがに。意外とありじゃねえか。ああ、ありよりのありだな。え、よし、じゃあ決定。私が今日からあなたたちの組長よ。今日から姉さんって呼びなさい。よーし、今日は統一を祝して朝まで飲むわよ。おー、いいのかな。でも丸く収まったからこれでいいか。翌朝、頭痛い。昨日は調子乗って飲みすぎた。なんだこのグループライン。そうだ、あの変なおじさんたちとグループライン作ったんだっけ。LINE が来てる。今日の決起集会はどこでやりますか。そうだ、昨日他の組員たちも集めて決起集会をやろうって話になって、組長の私がお店を探すとか言っちゃったんだよな。あー、めんどくさ。まあいいや、どうせ他の組員なんて来なくて4人だし、予約しないで適当な店入ればいいよね。とりあえずもう一回寝ようっと。そして夜の19時に私たちは駅前で待ち合わせすることに。あー、いたいた。おーい、政宗さん、勘太郎さん、朝日さん。ああ、姉さん、待ってました。こんばんは。自分で姉さんって言えって言ったけど恥ずかしいな。それで予約とかしてくれたんですか。あ、ごめん、実は予約してないんだよね。適当に入れる店に入ればいいと思って。あ、そうだったんですね。でもそんな店あるかな。この人数なら大丈夫っしょ。さすが姉さん。朝日、俺たちと姉さんは違うんだよ。はあ、よし、じゃあ行くぞ、お前ら。おい、最初は恥ずかしいって思ってたけど、なんだか楽しくなってきちゃった。もうこうなったら姉さんになりきろうっと。どこにしようかな。まあちょっと、そこの美人なお姉さん。
いや、美人だなんて。美人じゃないですか。この町で一番綺麗ですって。姉さんって意外にちょろいのかもな。ああ、そんな気がしてきたぜ。うっさい。それでお姉さん、うちで飲んでってくれません？今ならドリンク一杯サービスしちゃいますよ。ドリンク一杯サービスか。この客は良さそうだ。金持ちそうなおっさん従えてるし、きっとかなりぼったくれるぞ。最高売上達成できちゃったりして。お前ら、ここでいいか？えい、姉さん。僕は大丈夫ですよ。でも…じゃ、ここにするわ。ありがとうございます。それじゃあ4名様ですね。お店にご案内します。ちょろいちょろい。目標金額は500万だな。あ、いや、4名じゃないですよ。え？何言ってるのよ、朝日くん。4人しかいないじゃない。え？おいおい、朝日、分かってねえな。今のは笑うところだ。姉さんのジョーク最高です。あ、いや、ジョークじゃないんだけど。だって4人しかいないじゃない。姉さん、合計で90人ですよ。90人？どこにそんな人たちが。ほら、僕たちの後ろに。え？姉さん、はじめまして。元噂組の犬塚です。元ヤマンバ組のミツルです。元光源氏のミルフです。ミルフ、なんでお前はいつもふざけるんだ。すみません、こいつは元牛鬼組のミルフです。待って、90人いるなんてありえないでしょ。そんなの聞いてない。いや、姉さん、組員連れて行くって言いましたし、昨日90人って話したじゃないですか。もしかして姉さん、やってて忘れてました？ごめん、多分そう。でもさ、ヤクザごっこでこんな人数が集まると思わないでしょ。ほら、キャッチのお兄さんビビっちゃってるじゃん、人数多すぎて。噂組に、ヤマンバ組に、キウキ組。どうして3組が一緒にいるんだ。あれ、というか、こいつの顔を見たことあるの。ああ、犬塚さん、ぼったくりバーを開いてるって噂のやつです。被害者がかなり出てるので3組合同で探してたやつですよ。すぐ店を変えるからなかなか居場所をつかめなかったけど、ラッキーですね。そういうことか。さすが姉さんだ。正宗、どういうことだ。わからねえのか。姉さんはあえて俺たちをここに連れてきたんだよ。なるほど。姉さんはぼったくりしている犯人がここにいると知って、僕たちを。僕が思ってたよりすごい人だったのか。この人になら本当にこの3組を束ねていけるかも。ちょっと違うよ。何か大きな誤解してるから。というか、本当にあなたたちヤクザだったりしないよね。とりあえずこいつにそのバーまで連れて行ってもらいましょうか。安心しろ、そこが熟女バーだったら俺がなんとか説得してやる。熟女はいるよな。いません。皆の衆、全力でバーを潰すぞ。お前が仕切るんじゃない。痛い。とりあえず案内してもらえるかな。案内しないって言うなら東京湾に沈んでもらうことになるぞ。案内します。なんかおかしい。これ絶対におかしいって。本当にこの人たちヤクザなんじゃ。でもヤクザの組長たちがあんなところでじゃんけんしてるわけないし。ああ、もうわけがわからない。こちらです。いらっしゃいませ。ああ、こんなに連れてきたのか。姉さんは下がっててください。もう組長じゃなくなったし、たまには体を動かしてからな。僕たちでやりますか。この3人の戦闘を見られるのか。勉強させてもらいましょう。頑張れ。遠いんだよ、もっと近くに来い。
なんだこいつら。覚悟しろ。ギャー。10秒後、ピク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 。すげえ、10秒で片付けたぞ。さすがですね。まあ俺なら5秒だったけどな。てめえ、終わった途端前に出てきやがって。とりあえずこいつらの売り上げは没収して全部被害者に渡す。足りない分はこいつらをカニ漁船に乗せて稼がせる。そんなところでいいですか姉さん。うん、いいよ、いいと思う。もしもし、90人なんですけど行けますか。ありがとうございます。90人行ける場所見つけました。そこに行きましょう。なんか怪しいな。2代目、有能な組員がいて腹がでかいでしょ。違うから。ああ、もう組長じゃないから2代目じゃないですもんね。そこもだけど、鼻が高いだから。とりあえずその店に行くか。さあさあ、姉さん行きましょう。ああ、うん、そうだね。やっぱりこれ、やばいって。この人たち本物のヤクザだった。私この人たちの組長になっちゃったの。やばすぎ、やばすぎでしょ。どうしよう、これ逃げ出せたりする。いや、逃げたら東京湾に沈められちゃったり。うわー、どうすればいいんだろう。なんだか姉さん、さっきから元気ないよな。分かってねえな。姉さんはさっきのぼったくりバーとかを見て日本の現状を憂いているんだよ。すごい、さすが姉さん。この人となら日本を変えていけるかも。すげえ、さすが姉さんだ。一生ついていきます。私何もしてないのに、どんどんみんなの勘違いが進んでいく。このままじゃ後戻りできなくなりそう。今しかないよね、勘違いだったって言うなら。怖いけど言おう。みんなちょっと聞いて、話があるの。何ですか姉さん。実は私。ん？あれ？ねえ、いつ彼女さんと別れてくれるの？もう別れたよ、マミちゃんのために。やった、本当に振ってくれたんだ。あんなおばさんよりマミちゃんの方がいいもん。そう言ってくれて嬉しい。でもさ、30歳で振られるとか、もうきっと結婚できないよね。本当にかわいそうなおばさん。リョウ、あんた。え？アズサ。その女は誰？あなた言ってたわよね、仕事に専念したいから別れたいって。浮気してたってこと？あ、いや。うわ、噂をすればってやつ。これがそのかわいそうなおばさんか。私より全然かわいくないし、おばさんだし、そりゃ捨てるわよね。そうだ、しょうがないだろ。マミちゃんとお前だったら誰だってマミちゃんを取る。姉さん、こいつらコンクリに詰めて東京湾に沈めてきますか、それともゴミの焼却炉に入れますか。シャチの餌にするんでもいいですけど。え、なんだこいつら。俺たちは噂組、ヤマンバ組、牛鬼組の連合軍です。そしてこの方はその連合軍の組長、あずささんですよ。組長。とりあえずボコすか。だな。やめて、やめてくれ。あ、来ないで。大丈夫、私がやるわ。みんなは手を出さないで。てめえ、私の5年間を無駄にしやがって。許さねえ、許さねえぞ。うわー、つえ。さすが3組を束ねた方。惜しい、あと20歳年を取ってればな。とりあえずこいつらも一緒にカニ漁船に乗せて、私への慰謝料を稼がせろ。はい。やだ、助けて。本
当にありえない。浮気してたなんて。でもぶん殴れてすっきりしたわ。よし、今日は私のおごりだ。連合軍結成を祝って朝まで飲むぞ。なんでこいつはボコボコにされてんだ。朝日さんがやったんです。ミルフさんが予約してた店、熟女パブだったんですよ。90人なんて人数はもちろん入れず、朝日さんが頑張ってこの店探したんです。本当にどうしようもねえなこいつ。犬塚、ミツル、抜け出して3人で熟女パブに行かねえよ。行きません。翌朝、頭が痛い。昨日飲みすぎちゃった。でも楽しかったからいいかって。やばいやばいよこれ。勘違いしてたって話すの忘れてた。どうしよう。ん、昨日作った連合軍全員参加の LINE が鳴りやまない。日本一目指しましょう。一緒に日本を変えましょう。姉さんのあの言葉感動しました。姉さんとなら日本を取れると思います。次々に LINE が。待って待ってよ、私何言っちゃったの。ちょっと過去の私、一体何言ったのよ。その後謝り倒してなんとか組長の座から降りれた私。ああ、もう人生で二度と組長になんかなることないだろうな。すごい体験だった。これからはノリと勢いに任せすぎるのは気をつけないと。ちなみにあの三人とはなんだかんだ未だに飲み仲間なんだよね。いや、やっぱりあの時の言葉は最高だったよな。今でも思い出して泣きそうになることはあるもんな。あずささん、本当に才能あると思いますよ。よかったらまた。そんな才能ないから。そしてその話は禁止。ああ、もうこうなったら飲むしかない。ごくごく、いや、そんなに一気に飲んじゃダメですって。すげえ飲みっぷりだな。ああ、もうこんな時間か。そろそろお開きに。まだまだ、こっからでしょう。今日は朝まで飲むよ。明日朝早いって言ってなかったか。気のせいでしょ。いや、今日も飲んだな。最高に楽しかった。おい正宗、朝日、明日は朝から高層だからな。近所の公園で缶蹴りやるぞ。望むところだ。缶蹴りはやめましょうよ。しかも朝からって。お前らまだそんなくだらないことを。お前が組長を辞めたからこんなことに。ならしょうがねえから私がまた組長やってやるよ。おお。本当ですか。おお、私がお前らに夢見せてやる。そして翌朝。頭痛い、また飲みすぎた。ん？ LINE の通知が鳴りやまない。なんだか嫌な予感が。うわあ、私また組長になってる。キャンセル、ごめん、キャンセル。Thank you.